さてと、今夜も藤上さんが店の前を通るのを待つか。藤崎さん。藤崎さん、もう来てる。もう来てる。来てない。遅いよ。遅いよじゃない。なんだ勝手に入ってんだよ。遅いよ。びっくりした。鍵持ってんだよ。なんかここのくだりの藤上さん、はい、おっかないなんか本当ですか怖いですかなんか怖い最高な感じある鍵もらったんだ橋さんに昨日忘れちゃったの俺が合鍵あげたんだ昨日夕べなんか訳ありっぽいからやめようぜ9時よ聞いてくださいねよーしねーじゃあこちら本当すごいですよねネットが荒れるぜ映像じゃないのにちゃんとこうね、うん、そうちゃんと作ってるんですよ生地とかも素晴らしい道具とかも B B 賞はプライベートのお話うわよし丸裸だうわじゃあまーいですね、はい、アンケートで、いただいたんですが、うん、あと、この間、つい、なんか、はい、この間またイベントに来ていただいた時も言ってたんですけど、はい、さっき料理を。そうなんです。しかも、酒かっくらいながら。そうなんです。キッチンで酒をかっくらいながら料理をするのにハマってる。ハマってる。ハマってるんです。もともと、うん、一人暮らし、ずっとやっぱ東京出てきて一人暮らしも長いので、そうなんですよ。自分のご飯ぐらい作るってけども、うん、忙しく、こう、仕事がね、忙しくなってきたぐらいの時から、うん、めんどくさくなったっちゃね。なったっちゃね。そう、なったとよ。なったちゃもう、どうしてもこうコンビニで買ってきたり、うん、もう外食でよかろうって。なるったい、なるったい。そう、そう、なるったい、そういう風に。そう。でもね、それやっていかんと思って。こう、かわいいな。やっぱね、なんか。これ、ご自分では気づいてないと思いますけど、かなりキラーコンテンツですよ、この方言というのは。本当ですか？口がないキラーコンテンツのうちの一つですからね。ちょっと、盛り込んでいこう。なんかね。うん、コンビニばっかりだったと。そう、なんかそうすると、やっぱりなんか、なんだろう、こう、なんか、具合が悪いわけではないんですけど、気分的なもんですよ、多分ね。そう。で、うん、またこう、ちょっと作り始めようかなと思って、ちょっと、お仕事がお昼だけの時とか、うん、次の日がお休みとか、うん、そういう時は、うん、なんかスーパー寄って、うん、ちょっとこう、スーパーでも今日は何が、目玉みたいなのあるじゃないですか。うんうん、今日特売みたいなやつね。そう、なんかそういうのを見るというか、で、新商品とか、うん、なんかそういうのを見るのもちょっと楽しかったりするんですよ、地味に。なるほどね。うん、うんうん、そうなんです、うん。そして、ちゃんと生活してるぞって感じね。そう。そしてですね、一番は、こう、うん、お酒を飲みながらそれに合うご飯を作るっていうのが、うん、なんか、ちょっと私、おしゃれみたいな。あ、そうなんだ。あ、おしゃれの方でいいのね。おしゃれな方でいいのね。そうです、そうです。そういう気分に浸るのも、うん、なんかちょっと楽しくって。なるほど。そうなんですよ。お酒は好きなんですか？好きなんです。うん、ただ、そんなに、やっぱ体質的に強いわけではないので、うん、本当にちまちまというか。ちまちまと。なんかパスタが今日食べたいなと思ったら、うん、ちょっとワインとか飲みながら作ったりとか。なんかちょっと素敵じゃない？それ。ね、そうなの。そういう気分がすごく良くて。うん、わかるわかる。なんか、自分、ワインを飲みながら会うためのこうパスタとか、うん、なんかまあ逆でもいいですけど、うん、そういうのをきっちりちゃんとやっている自分。そうなんです。うん、で、こう、ちょっと、味見感覚で、つまみながら、うん、もうそれがおつまみになって、うん、そう。そうなんです。もう本当になんか。ボンゴレからだんだん麺がなくなっていってね。そう。そう。酒蒸しじゃねえのこれ、アサリのなんつって。結構いろいろなんですよ。だから肉じゃが食べたいなと思ったら、例えば日本酒とか、ハイボールとかそういうの。日本酒もいけますか？あ、もう基本何でも好きなんですよ。そうなのね。うん、焼酎とかも飲めますし、うんうんうん、ワイン、シャンパンも好きですし。あ、そうなのね。うん、そうなんです。で、鳥を飼っているので、うん、結構その料理をすると、その子の食事も豪華になっていく。はえ、何、鳥が何食べんの？やっぱりその、お野菜とかを買ったり、するじゃないですか。うん、すると、やっぱ食べるものが、いつもの、種みたいな、いわゆる鳥の餌以外の食べ物も増えるじゃないですか、書かれてる。食べるんですね。そうなんですよ。何でしたっけ？インコでしたっけ？インコです。なので、小松菜とか、なので結構小松菜使う料理は多かったりする。あ、そうなんだ。なんかどっかへ、まあ、鳥にも寄せるし。そう、人参とか、なんか、そういう意味でなんかこう、一石二鳥じゃないですけど、なんかそういうので最近はすごくハマってますね。ちょっと、ガミちゃん女子力高いじゃない。意外とね。やるじゃん。そうなんですよ。家になんかさ、友達招いてホームパーティー的なやつせえへんの？たまーに女子がなんかツイッターでやってるやつ。しない。あ、じゃあいいよ。ごめんごめん。じゃあ、しない理由は。あ、チャイムだってことは、あ、フォローする時間もない。ということで、はい、あ
っという間ですけども、はい、今夜も閉店の時間になってしまいまして、不思議ですね。アルペジオとガルパオのこう、うん、同じところで宣伝をするのがすごく不思議な感じ、ね、なんか不思議な感じがしますけれどもね、うん、ということで次回もこの時間にお呼びするの申し訳ないなと思ってましたけど、はい、でもじゃあ待ってますね。鍵うわうわーこうおっかねめんどくせえ女の匂いがするずっと待ってるからね。そう待ってる。鍵だから鍵ちょうだいね。ご飯作って待ってるよ。あーおっかまたねー。またねー。